池田エライザ。1996年4月16日生まれ。出身地、福岡県。身長170センチ。血液型、B 型。女優、モデルとして活躍しているエライザさん。今回は彼女の学生時代のエピソードを紹介します。実は中学時代は、ハーフという理由でいじめられていたそうです。 エライザさんの父親は日本人、母親はスペイン系フィリピン人のハーフ。いじめの理由はおそらく嫉妬ではないでしょうか。モデルになったきっかけはいじめではなく、ノリだと本人が公言しています。幼い頃から好奇心旺盛で、とにかく遊び回っていたといいます。兄二人、弟一人の男兄弟に囲まれて育ち、 兄弟の影響で常にゲームに触れていたらしいです。ゲーム CM にモデルなど、今でもゲーム好き。また、彼女が大学に進学しなかった理由は、モデル業に専念したいからと言います。かつてのインタビューでは、進学をずっと考えていたが、モデル業が楽しくて魅力的なので、続けたかったという。学歴を求めるのではなく、自分で選んだ道で頑張ろうと考えたんですね。 エライザさんと歌手の母親はとても仲が良いそうです。幼少期にはエライザさんがお留守番できない時は、一緒にライブのリハーサルに連れて行ったり、ギターを持って河川敷に一緒に行き、練習をするなど、幼少期から仲が良かったそうです。エライザさんが年齢を徐々に重ね、芸能活動を始めてから仕事で壁にぶつかった時は、母親に相談することが多いそうです。そんなこともあって、 今では様々な分野で活躍するエライザさん。これからもそんな彼女の活躍が楽しみですね。